はい、それでは動画でレッスンについてね、詳しくご説明していきます。はい、まあその名前の通り動画を活用してギターのレッスンを行っていこうということなんですけれども、まあ今ねスマホを使ったりあるいはデジカメなんかでも手軽に動画を撮影することができますよね。でさらに YouTube を活用すればその撮った動画を簡単に共有することもできるようになっています。ですからね、まあ、そのね、こう機能を使って、レッスンしていこうということなんですけれども、まあ、そうは言っても、YouTube に動画を公開するのはちょっとなーっていうふうにね、思われる方もいらっしゃるかとは思います。ただね、そこはご安心ください。YouTube には限定公開っていう機能がありますので、ね、その設定さえしておけば、一般の人からこう動画を見られるっていうことはなく、ね、その動画の場所を知ってる人だけがこう見るっていうふうにね、設定ができるんですね。はい、ですからそこはね、まあ、ご安心いただいて。で、まあ、今回ね、こういう曲を練習しましたということで、まあ、動画をアップしてもらって、ね、でそれを、お知らせいただければ、私がその動画を見ながらね、具体的に、ここはとってもよくできてますよとか、ね、ここはこんなことにね、気をつけた方がいいですよとかね、次はこんなことをね、こう意識して練習してみましょうっていう風な形で、具体的にこうレッスンのね、まあ、アドバイスをしながら、ね、それをお返しする、そういうアドバイスをしている動画をお返しするっていう形で進めていくんですね。で、まあ実際どんな感じか、今ね、ちょっとこれは、お知らせのために、講座の中で公開しているその教材用の動画なんですけどね、ちょっと試しに、一度再生してみますね。はい、こんな風にこの動画を見ながら、あ、ここはこういうところを気をつけましょう、ここはとってもいいですよっていう感じでね、いろいろ具体的なアドバイスを行っていきます。はい、で、まあ動画ですからね、必要に応じて、ちょっともう一度確認した方がいいっていうところがあれば、またスッと前のところに戻して、説明したりもできますので、その辺がね、とても具体的にこう分かりやすくね、まあアドバイスを受けていただける、ね、そういう形になっているんですね。はい、で、まあ動画、何よりもこの動画を見ながらですから、ご自分がね、どんな風に弾いていて、で、どんなところを意識したらいいのかっていうのを全部客観的に確認することができる。これがとても大きなメリットだと思えるんですね。はい、やはりなかなかね、例えば直接レッスンなんかを受けて、いる時でもその客観的に、こう見ることができないためにね、なかなかこう気がつかない部分なんかも、あったりするんですけども、動画の場合はもう全くもう客観的な視点でね、全て確認できますから、そのあたりは非常にね、有利な点になってくると思います。で、また動画を投稿していくっていうことは、もう自動的にそのご自分の、まあ、練習記録というか、そういうのがね、どんどんこうか溜まっていきますからね、まあ記念にもなりますし、で例えば、この動画でレッスンしばらく続けて、ね、例えば1年後ぐらいに1年前の動画を振り返ってみると、ああそうか、この時はこんなところで苦労してたなとか、あ、こういうところは確実にうまくなってるなとかね、あるいは、あ、この部分はもうちょっと意識した方がいいななんていうね、そういうその練習のポイントや目安なんかももう全部ね、落ち着いて確認することができるように、ね、なりますから、そういう意味でもね、非常にまあ上達に役立つ、ね、これはツールになるんじゃないかなと思っています。ね、で、まあ、非常にね、ギターを練習していく上で、楽しんでいく上で非常にね、有効に役立てていただけるものになると思いますので、ぜひぜひね、多くの方に振るってご参加いただきたいなと思っているんですね。はい、まあ、この動画でレッスン、お申し込みはね、随時受け付けておりますので、どうぞ、ね、もういつからでも始められます。今すぐにでも始められますので、この動画でレッスンね、どうぞどうぞお申し込みください。お待ちしております。